シュファルアムシナゴーグは、現イスラエル北部のイスラエル国籍パレスチナ人の町、シェファー・アームルにある古いシナゴーグである。このシナゴーグは17世紀に古いシナゴーグの廃墟の上に建てられた。そこは、伝承によれば、サンヘドリンが開かれた場所だという。シナゴーグはその後崩れ去ったが、18世紀の半ば、ガリラヤの統治者ザーヒルーマルが、 ユダヤ教徒に戻って、シナゴーグを修繕する許可を与えた。シナゴーグは、ラビアブワルアーフィアと彼に従うものにより、修繕された。シュファルアムシナゴーグは、1845年に、ラビオセフシュワルツがその著書、パレスチナの地理術会と称しに、約30のユダヤ教徒の家族と古いシナゴーグが一つ、と記されている。シェファーアームルには1970年代に、 コミュニティが解散するまで、ユダヤ教徒が住んでいた。その結果、建物は補修されなくなり、ようやく最近修繕された。放棄されたとはいえ、かつての礼拝の道屋の鍵は、地元のムスリムにより保管され、シナゴーグは、地元のパレスチナ人により、敬意を持って取り扱われている。二0六年十一月に、修繕を経てシナゴーグは再び開いたが、式典で、シファー。 アムルの市長をうるさにやあは、地元の若者による第二次インティファーダへの呼応に対して、当時自分は身を張って、ここを守らなければならなかったが、今後は、そのようなことがないように、と、再度述べた。なお、第二次インティファーダがあった2000年10月当時には、内部の遺物が傷つけられたという報道もあった。ありがとうございます。